男子型の予選、準決勝が行われ、絶対王者の喜友名諒、劉詠瑠論破壊が準決勝の B 組で 28.72 点で1位となり、決勝進出。沖縄出身の金メダリスト1号に王手をかけた。演武後、気持ちよく自分の形を演武できた。決勝は満点を出せるようにしたい。時間は決勝まで空くがイメージを持ちたい、と話した。喜友名は今大会の全競技で金メダルに最も近いとの評価を受けてきた。その強さは凄まじい。世界選手権は3連覇中、全日本選手権は9連覇中。国際大会ではこの8年でわずか1敗しかしていない。18年2月に世界最高峰の空手プレミアリーグ、PL、ドバイ大会で2位になったのを最後に、約3年間負けなし。PL では12年9月1日から20年1月24日の期間で、20大会中19回の優勝を果たし、最多 V 記録保持者として、ギネス記録にも認定された。自分が持っている力を出して、いつも通り同じような形を見せれば、それが優勝につながる。他のすべての選手を圧倒するような形を演武すれば満点が出る、と、自信を示していた喜友名。30点満点での金メダルを狙う決勝は、午後7時50分開始。喜友名諒、喜友名諒、1990年7月12日、沖縄市生まれ。31歳、江南高沖縄国際大卒、5歳で空手を始める、中学2年で県大会で優勝するなど頭角を現す。同3年時からは劉詠瑠劉破壊に入門し、佐久本嗣男会長に師事。中2から20年全日本選手権優勝。世界選手権は2014、16、18年と3連覇中。得意の形は、アーナン。170センチ、78キロ。家族は妻と一男。血液型、空手、形、肩、相手と直接対決せず、仮想の敵を倒すことが目的。一人ずつ1分半から4分の演武を行い、審判員7人が点数で演武を評価する採点方式。審判員は立ち方や技を評価する技術点と力強さやスピードを評価する競技点もそれぞれ5、0、10、0.0、2点刻みで採点する技術点と競技点それぞれ最高点と最低点2つを除いた点を合計し、技術点は 70% に、競技点は 30% にして最終的な得点を算出する。満点は30点。